こんにちはゆうきがしゅうです今日は新宿両山泊の「バン堅牢都市」という芝居の話をします作「唐十郎」演出は金朱鎮さんです場所は下北沢線路街空き地特設紫テント あります説明によれば本来義経のむしろがあって風通しが良かったわけですけれども非常に寒いそれから周りから騒音の苦情があるということで義経をやめて幕を張っていましたそして暖房も入っていました。 騒音防止の観点から9時半に芝居を終えなければならなくて7時きっかりに始めていましたこれは渋沢辰彦の小説「堅牢都市を原作として唐十郎が書いたものです1979年だったですね初演は。 原十郎特有の音楽とか言葉遣いロマン劇になっています話としては大田区の地下に犬宅というのがあってそこが堅牢都市です。そこに降りていくには地下鉄の駅から行くようになってて話は一人の男が地下鉄工事の人柱となり その連れていた犬、メッキーという犬ですが。そのメッキーと保健所職員の田口。とが一緒に。その人柱となった人の弟がいるというので。会いに行くという話になっています。背中にこぶのある。メッキーという犬。これ喋る犬なわけですけれども。メッキーを。 水嶋環奈さんが演じています派手に動き回る演技です赤いブラウスと黒い革のパンツがとても素敵でした保健所の田口宏は宮原翔吾さんが演じていますかっこよくできていました この人はおろおろした様子に見えるけど、同時にかっこいいという不思議な人ですね。それから原田十兵衛を演じている。俺のグラフィティさん。同時に。楽曲提供もしています。俺のグラフィティさんは今まで劇団鹿殺しの中で。 たくさん見てきましたがこの芝居でも非常にスタイルが良くてかっこよく演じています原田十兵衛原田という名前からファラダを探している犬に会うわけですが最後の場面で メッキを刺し殺すという非常に重要な役割を演じています。調教師を演じていたのは八代貞治さんです。こちらもまたかっこいい役ザ風でしたね。それから職員を演じていた近藤仁吉さん。この人がとても面白かったです。 状況劇場から始めて新宿両山泊創設の時からのメンバーだというセリフが田口からありましたけれどもこの楽屋落ちのネタも面白いですね。当初この芝居は6月に公演が予定されていてこれがコロナで流れてしまってこの11月になったと。 で当初の案では自分がその田口を演じることになっていたという楽屋落ちとかそれから負け犬が負けを認めないお前はトランプかと言ったような時事ネタもありました。お薬という男がいて。 彼はーターのような役割を冒頭とそれから最後の方で果たしていますがこれを奥山バラバさんが演じています芝居の始まりと終わりに迫力のある舞踏を見せていましたこのおかげで随分とこの芝居がビジュアルな観点から強いものになったというふうに思います それから、大田区の選挙の際のウグイス城などを演じていた、染谷千里さん。とても可愛らしいですね。この物語は、冒険ロマン劇です。冒険とロマンに富んでいる。人柱になった男の弟を、 病院で見つけるわけですが彼は狂犬病になっていますそれをメッキーが助け最後にその狂犬病の秘密を明らかにすると5代目でその狂犬病は滅するということを明らかにします。 そういうい冒険ロマン劇なんですけれども水中火の果たす役割とか水道の蛇口が出てきてその蛇口を通じて水道がすべて通じている様子とか地下鉄それから夕日に映える背景の中で歌が歌われるといったこととかまた例えば 一番重い思いをしているのは私じゃないのというようなカラューロ特有のセリフがたくさん出てきます。いくつかのギャグが当時の状況はわからないと理解できないとエノンの歌とかですね、そういったものについては用語を解説する紙が配られておりました。 キノポリスという堅牢都市が地下に存在するという発想それ自体が非常に面白いですね夢のような儚さを持っています存在しておりかつ存在していない都市という感じがいたしますまあセリフの中ではあるようでない町ないようである町という表現がありました 犬の町堅牢都市の柔軟の歴史を表すものだというふうにお薬は冒頭で語っています。この犬の町はエジプトにあったわけですけれどもこれがニューヨークに移動しそれから東京大田区に来るわけです。ニューヨーヨクでは ニューヨークの殺人鬼サムと言われた男の話も出てきましてそれがまたオウサムコサムといったような具合にギャグで続けられておりますいつもの唐十郎の特有の最後の背景のテントを取り払って借景を用いる部分ですが これは最初の登場の時と、それから今回最後のとこの2箇所で使われています。背景の幕が外されると、そこに下北沢とローマ字で書かれた下北沢一番街のネオンが円形に見えるという仕掛けになっています。 その場面の直前に白い石膏像から血が流れる場面があってカーテンコールの時の演出家キム・シューチンさんの説明によればここは血が噴き出すことになっていたが今夜の初日では石が詰まってしまってちょろちょろとしか 流れないという説明がありましたまあ、非常に面白かったですね私自身はちょろちょろと流れるだけでも随分と強い印象を受けましたけれどもまあそんなわけで非常に楽しい夢のような世界冒険とロマンの世界を味わったわけですどうぞ皆さんいらしてください 演劇は人生の重要な一部であると思われる方は、どうか高評価とチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。